情勢情勢は、中国戦国時代の人。芝仙の四季四角列伝に登場する。情勢は、菅野の生まれだったが、喧嘩を起こし、その相手を殺してしまったため、年老いた母と未婚の姉の嬢と共に、生に身を隠し、それ以来は、食肉の解体で生計を立てていた。ある日、情勢の噂を耳にした菅野大臣である、玄中子という人物が家を訪れ、 あなたのような義士と友好を持ちたいと思っておりましたと言い、それから1ヶ月に一度は、情勢を訪ねた。数ヶ月後、情勢の母の長寿を祝って、宴席を開いた現中子は、その祝いと称して2000両もの大金を送った。情勢がこれは受け取れないというと、現中子は、実は、私には恨みを晴らさねば死んでも死にきれない思いを、している人物がおります。 私は手助けを頼める人物を探し求め、やっとあなたを見つけたのです。このお金は、あなたの母上の生活費として、私にお力をお貸しくださいと言った。しかし女性が、老いた母を残して他国には行けませんと言うと、現中後は、私は、エの牧用に住んでいるので、気が変わったらお尋ねくださいと言い残して去っていった。それから数年後、女性の母はこの世を去り、 姉も嫁いでいった。一人心となった、情勢は自分を見込んでくれた現中子のために尽くすことを決め、守るの牧羊に向かった。現中子は、喜んで、情勢を迎え入れ、情勢が手伝ってくれるというと、自身を失脚させた間の最小のキャン類を、撃ちたいのですと告げた。情勢は快諾し、現中子の身元を漏らさないように、自分一人で向かうといい、単身。 缶に乗り込んだ。最小邸に向かった女性は最小に訴えたいことがありますと言ったが、門番に止められたため、剣を奪って立ちどころに切りかかった。そして、キャンルを人たちに切り殺し、さらに13人を殺したが、もう逃げられぬと諦めると、男の死に様をよく見ておけというや、いなや、手に持っていた剣で顔を削り、そして目をくり抜いた。さらに腹をかき切り、 腹綿わたをつかみ出して生きたえた。藩は直ちに身元を洗ったが、兵士の中で知るものはなく、上性の死体を街中に晒し、下手人の生命を知る者には、千金を与えると布告した。この話を聞いた、上性の姉の情は胸騒ぎを感じて、菅の戸へと急いだ。その死体にある上性と同じほくろを見た姉は、周りの見物人に向かって、皆さん、この男は、女性と言って、 私の弟ですと言った。すると見物人たちは、そんなことを言ったら、あなたも同罪になりますよと言い覚めたが、彼女は、私が明かさなければ、弟の名は、渦漏れてしまい、それでは、弟がかわいそうすぎる。私が名乗ったのは覚悟の上ですと言い、その場で自決した。この話は、たちまち全国に広まり、人々は、恩義に応えた、情勢も立派だが、 姉さんも何という列女だと言い、涙した。色作員によると、中子は字であり、名は水。ありがとうございます。